僕に対してはとか住んで埼玉というものに対してはそのなんか印象ってどんな感じなんですか。どうだったろうな、覚えてる。名前がダックソダサいなって。おいいやマジでそれは思いました。そこにマッチャが就職するのお前本当に大丈夫かっていうのは思ってました。なんだその名前と大丈夫かと。お前それ来年まだその会社あるかって。そうだよね。まあ正直それで、いやそうだよ。だからもう僕に会う前は社名何これ。そうでマチャそこに就職するのか正気かと。そうそれは本当かみたいな。しかも前職から全然違うみたいな。そう全く違うことをやってるところに行って。はい、住んで埼玉です。本日はですね、ゲストをお呼びしてます。Qさんにします。はい、Qさんでお願いします、はい、よっ。Qさんがまさにですね、2時間前に、不動産売買契約に反抗をしてきた人間です。押しました。はい、でまあどういういきさつで今回あのうちで仲介させていただくことになったのかなどはこれで話せればと思うんですけど、一旦今日はお祝いということで、乾杯できればなと思います。はい、じゃあおめでとうございました。おめでとうございます。はい、どうですか契約後の一杯。いやー昼の酒はやばい。背徳感が、ね、でも昼の時点でやばいのに契約後だからよりやばいっていう。やばいまし、ありがとうございます。っていうところで、その Q さんの方がですね、実はご縁いただいたのがうちの従業員のマチャクの、はい、幼なじみ。幼馴染じゃないです。じゃないじゃない。まあまあ幼馴染です。まあ、あの中学からの友達、はい、あ中学からの友達なんで同じ中学、まあ、地元の連れとそうですいうやつですね。はい、でそれで、もともとずっと知り合いで、でお互い年齢が、20代半ば超えぐらいっていう感じ、うん、でなんで家を購入しようかみたいなところのきっかけが多分マチャ、多分そうだと思うんです。もともと考えてたの、いつかはとは思ってたんですけど具体的には決めてなくて、うん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 、ただもう年齢的に子供ができてもおかしくない、うんうん、そろそろかなみたいな、うん、で、まあ、多分まっちゃんのこともあって踏ん切りついたのかなって思います。なるほどね。だからもうご結婚自体はだいぶ前にも入籍をされてて。そうですね、3年ぐらい前。あじゃあ3年ぐらいはその奥さんとその所沢エリアでこうお二人暮らしでされていて、奥さんの方も職場もその西埼玉というかそっちの方ですね、2人ともその所沢エリア、講義の所沢エリアで働いてらっしゃるとっていうのがあって、まあいつかは買うんだろうなっていうのを思っていたけど、そのきっかけの一つがまあ町の家購入だったっていう。嬉しかったですね。嬉しかった。先を越された感が若干、なんでお前がと。なるほどね。お前独身だよ。何買ってんねんと。なんでだよ。そりゃそうだよね。そりゃそう。結婚してるこっちが先だろと。そう。私なんか築何十年の 2DK でこんな思いしてんのよ。だから今のお住まいも。まあ、決してね、悪いなんてことは言えないけれども、でもより良い家は求めたいっていうのは思っててっていう、まあそんな感じでしたと。だからマチャが、家買ったのが多分契約したのがね8月 ?7 月とか8月でしょ。契約は7月の末に契約して、だから契約したみたいな話も Q さんの方に伝えてたってことでしょ。買うかもみたいな、てか契約したみたいな、うん、マジっつって、で契約してガチで本当に買って今から住むわみたいなこともちょくちょく聞いてて、でこういいなみたいな感じだったんですか。そうです。でそれであの動画を見て、あ動画見て、動画見て、あ見てくれたんだ。嬉しい。でもなんでだと、なんでだ。強かったですね、インパクトが。インパクトは強かったと。で昔からの知り合いが、まあそのまあ、独身でもあるけど家を買うっていうチャレンジしてて、あなるほどと、
いうので、じゃあちょっと興味が湧いてきて、でその後その話を聞いて、実際に自分でなんか物件を見たりしたんですか？そうですね、うん、何も分からなくて、うんうん、相場も分からなくて、うんうん、なんか所沢に新築のマンションがいっぱいできるぞみたいな、じゃあとりあえずそれ行ってみようみたいな感じで始めたのが多分最初の一歩。あ、そうなんだ、実際に見に行ったんですか？見に行きました。そうなんだ。まだ建ててる最中のマンション見に行って、うん、なんでモデルルームを見て、うんうん、あ、綺麗だねみたいな話をして、うん、もう一軒中古物件見たんで、また別のところ見に行ってって感じが多分最初の一歩だったかな。だからそれが9月とか、うん、そう、9月です。あ、9月頭ぐらい。じゃあ9月に新築のモデルルーム行ってみたり、うん、中古マンションも気になるのを不動産に問い合わせて、うん、実際に中見てみたり、そうですね、っていうのをして、でそれ見てご夫婦でどんな感じだったんですか？これもう買いたいねみたいな感じだったんですか？そうですね、うん、最初の内見で見たところが中古物件なので、うんうん、見て一軒いいところがあって、うん、あ、すごくいいねって話をしました。したと。で、2,3 週間後にもう一回その人、うん、その中間の人と会って、うんうん、また話進めましょうみたいな感じでしたね。あ、なるほどね。だ、一回見て夫婦としてもいいなと思って、うんうん、でもすぐに申し込みとか具体的なアクションは取らず、うん、でちょっと時間を置いて、うんうん、で連絡してみて、そうですね、っていう感じか。だからそうこうしてる時に多分マチャにもその話も共有してもらってて、一、うんうん、回あの新宿の丸井で、ああ、あの住んで埼玉ショップっていうのをあのポップアップショップ出させてもらった時に来ていただいたんですよね、はい、でそこで初めて僕は Q さんとお会いをして、で立ち話20分ぐらいさせてもらって、うんうん、なんかその時の、まあ、これもう今だから酒の場なんでいいんですけど僕に対してはとか住んで埼玉というものに対してはもともと多分知らなかったものだと思うんですけど、そのなんか印象ってどんな感じなんですか？どうだったろうな。覚えてます？名前がダックソダサいなっておいおいいや、マジでそれは思いました。それ思った。で、そこにマッチャが就職するの、お前本当に大丈夫かっていうのは思ってました。なんだその名前と大丈夫かと。お前それ、来年まだその会社あるかみたいな。そうだよね。まあ正直それで、いや、そうだよ、そうだよ。それが普通なんだよ。なるほどね。そういうのがあって、だからもう僕に会う前は社名何これ、そうで、マチャそこに就職すんのか、正気かと、そう、それは本当かしかも前職から全然違うみたいな、そう、全く違うことをやってるところに行って大丈夫っていう心配がまず、まあそれはありましたね、あって、でもなんか丸いでなんか店出すみたいのを聞いて、うん、あれ、うん、うーんみたいな、うーんなるほどみたいな、まあ見ないことはないとりあえず見てみるかみたいな、おもろっていう感じで、じゃあ軽いノリで新宿までお越しいただいて、 そこでね、僕は結構覚えていて印象もすごく覚えてはいて、その時もうすでに内覧済みの物件で気になるのがあって、でなんか岡野さん的にはなんかどう思いますかみたいな話を僕はそこでさせていただいた時に、すごく良いと思いますって言ったんですよ。物件として立地も良いし、あのすごく素敵な物件なんで、買いたければぜひ買った方がいいって言った覚えおっしゃる通りですがある。でただ、そういう中古マンションリノベーションした物件って、たくさんこれからも多分出てくるから、その物件を買い逃すともう一生買えないこともないんじゃないかっていうのを伝えたけど、うんうん、そうですね、確かに素敵な物件ではあるんだけれども、うんうんうん、それ以外の選択肢も多分あるよみたいなことは伝えた認識でいます。それを聞いた時にとか、僕とその20分ぐらい喋った時にどんな感じでした？会う前は多分想像してたと思うんですけど、どういう人間なんだろうみたいな、うん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 、会ってからのなんか印象の差みたいなのあるんですか？なんか意見分かれると思うんですけど、ズバズバ言うタイプだったので、うんうん、私は好きだったんですよ。ただちょっとなんかそのなんか怖いなって思う人も中にはいるかな
ていうようなって思ったんだ。そうそうそう。だから私はこういいものはいい、悪いものはダメって言ってくれたんで、うん、あ、じゃあダメなものはダメなんだなみたいな、うんうんうん、区分けができたから、すごくあ、いい感じなんだなって思いましたね。あ、なるほどね。でご夫婦で見ていいなって思った物件も、うん、僕が多分いいって言ったと思うので、うん、そうですね、あ、じゃあ買ってもいいのかなみたいな感じでも思ってっていう、うん、でその日で一回じゃあ家帰りました、うん、でその物件は結局今回買わなかったと思うんですけど、うん、それなんで買わなかったんですか。結局新しい別の人が入っちゃってて、あ、なるほど、手がつけられないってなったら、その 2,3 週間後に会いますよっていう間の出来事で、なるほどね、その間に他の人が申し込みをしてた、そうです、そうです、でも契約するんですみたいなこと言われて、あ、じゃあ買えないとなって、その時は多少ショックだったんですか。でもそんなこともなかった。いや、ショックでしたね。あ、ショックだったんだ。結構ショックで、今でもなんかそのマンション名とか口ずさんじゃいますやっぱ初恋みたいなもんなんですよ。初恋の相手みたいな、はい、だから、あ、うん、あ、ちょっと近く通る、あ、あそこねみたいな、あ、今でもたまに思いますね。なるほどね。夫婦ともにかなりショックでしたね。だからすごい夫婦としても気に入っていた物件だったから、うん、それが買えないってなって、うん、残念ってなって、そっから他の物件も多分見たんですよ。見ました。で、うん、全く同じことをやったんですよね。へー。結局その見に行って、うん、持ち帰ります、うん、2,3 週後会います、行ったらもうなかったです、うん、みたいな。じゃあそれが2回続いたんだ。なるほどね。でかなりきつくなってたなっていうのを覚えてますね。だから最初告白して振られて、告白して振られてそう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 、俺に問題あんのかなそうそうそう、そういう感じでしたね、本当に。なるほどね。じゃあこれはその時に夫婦で何を学んだというか、どういうことを思ったんですか、うん、2回振られた時に、うん、やっぱスピード感が足りなかったのかなみたいなっていうのは思いました、うん、そうですね、本当にかなり老舗の仲介業者さんで、うんうん、まあ、その仲介業者さんに不満があるとかではないですけど、ではなく、ただやっぱちょっとなんかワンテンポ遅いのかなって思ってましたね。なるほどね。まあ、物件って本当に一つしかないから、うんうん、ある種、まあ、獲物っていう言い方をすると大変失礼なんですけど、その獲物を取りに行くときになんかこう休憩ばっかしてたら逃げちゃうとしかもね、所沢エリアが今ねすごく人気なんですよ、マジで。僕埼玉全体の不動産いろいろ見てますけど、所沢がその価値に対してまだ安いぞと、みんな所沢の良さを気づき始めちゃっててそれでどんどん結構売れてるっぽいんですよ、足が速いと。っていうのがだから2回続いて、え、マジかってなった時に、多分マチャともずっと連絡は、うん、たまには取っててって感じ。僕が物件どうなったのって僕は社長も気にしててみたいなことを LINE でポイポイ送ってて、うんうんうん、でまあなんか進展ないよみたいな、ああってやってて、うん、でその2個目3つ目とかでダメだった時に僕に電話がかかってきて、ちょっとなんか一応行き詰まっちゃって全部買われちゃってて困ってる。だからちょっと住んで埼玉の話も聞きたい。あ、そこでだから最初に丸井で出会ってて、その中の1ヶ月弱後とかにマチャ経由で僕が相談もらって、丸井に Q さんって来たじゃないですかって言われて、あ、覚えてるよみたいな、なんかちょっと結構行き詰まってるっぽいんで、なんか話聞いてもらえませんかみたいな話を受けて、でその日の夜にすぐ話したんですよ、うん、ズームで、そうですね、はい、そう、ズームか LINE かで話して、でその時に、Q さんも行って、 Q さんの奥さんも、まあ、顔は出さなかったけど、その3人で喋ったんですよね、うんうんうん、1時間ぐらい。でその1時間喋った時に結論としては、じゃあ住んで埼玉でちょっと仲介をしてもらうような感じで、内見とかも、ぜひお願いしますっていう風に依頼をいただいた感じ。そうですね、うん、で僕はその時初めて Q さんの奥さんと喋ったんで、うんうんうん、だからもうそこが一発目っていう感じだったんですけど、謎の業者じゃないですか来年あるのかどうかも分かんない、そうです、ね、謎の業者にこう夫婦として話を聞いてみて、まあ、あの1時間だと僕がいたから喋れなかった内容とかもあると思うんですけど、それが終わって、
なんかどんな感じだったんですか、その夫婦として、あの1時間は意味があったのかというか。そうだな、どうだろう、まあでもここで頑張っていこうかみたいな気持ちは改めて共有したというか、心折れずに家を買うということに対して向き合おうみたいな。そうで、その上でやっぱりちょっとなんか何か新しいことしないとこのままじゃこれの繰り返しだなみたいな危機感が私にあったので、やっぱりこっちでダメだったらまた考えようよみたいな、なるほどね、気持ちで、まあ奥さんと話してたて、ね、なるほどね、そんな感じ、で、だから Zoom で1時間喋った後に、じゃあ今後のやり取りはじゃあぜひうちでやらせてくれっていうのを僕がちゃんと提案をして、でそれでうちの会社はお客様とSlack っていうメッセンジャーのツールでグループを組んで、いろんなトピックについてどんどん話すみたいな感じでスピード感持ってやるっていうのが一つ売りなんですけど、そこで多分ね、平日の多分月曜か火曜日にそのSlackでグループ作ったんですよ、確か月とか火曜日、でその週の日曜日に内見に一気に6件ぐらい行ってそうそうそう、でその内見した翌日の夜ぐらいに申し込んだっていう流れだったんですよ、早かったね、そう、早かったね、早かったですね早かったね。これも嘘を隠さずに言うと、その内見の日は Q さんがお仕事で来れなかったんで、僕と奥さんが午前中集合して昼過ぎぐらいまでの 5,6 時間ぐらいで一気に全部見て、そうね、だいぶちょっとボソって言ってました、うん、え、2人なの、まあ、大丈夫だけど、そう言ってたんだ。いや、まあ、ちょっとやっぱズームで顔見ないで会話しただけの中の人と、こっち側の顔は一応見てはいたけどみたいな、見てなかった、あ、見てなかったんだ、顔も知らない人と確かに会話しただけで内見行くんだ、ちょっと緊張するかなみたいな、あ、マチャいないんだ、あー、2人、で、なんでマチャがいなかったかで言うと、宅建、宅建の受験日だったからっていうね、そうだから、その火曜日にグループ組んで、だから水、木、金、土、日か、5日目に内見行ったんだけど、その4日間、5日間で内見までのその前にかなりやり取りしましたよ。そうですね、そうで、この物件はこういう点が良さそうだったり、あとは住宅ローンの事前審査、何をどれぐらい準備すればいいんですかみたいなことを結構積極的に、Q さん夫妻からも質問いただいて、で僕らもテキパキ返してっていう感じあったんで、そこはなんか、なんか謎の業者だけど、まあ、ちゃんとなんかやるなっていうまあそうですね、感じには思ってくれた感じですかね。謎の業者、謎の業者でしょポットレの住んでる、ポットレって言うなポットレの住んでる、それまだ知らんわみたいなそりゃそうだそりゃそうだよでもなんかポットデでなんかでもなんかちゃんとやるっぽいぞこいつらみたいな、まあそうですね、感じで見てもらっていて、だから僕からも物件こういうのあるよっていうのを自分で提案をして、で Q さん夫妻からもこれも見たい、みたいな感じでやって、で当日日曜日に内見をバーって行って、で基本的には全部動画とかも撮らせていただいて、それも都度、旦那さんの方に共有して、で結局買った物件の内見中にも僕電話したりしましたよね。しましたね。そう。いや、ちょっとこれ良さそうっす。良さそうっす。ね、言ってたよね。そんなこともありましたね。あったね。で、そうこうしてる間に、だから Q さんご自身としては、なんだろう、内装も当然そうだけど、多分物件選ぶポイントとかどういうので見てたんですか。まあ駅からの徒歩が何分かっていうのと、まあ部屋の広さとか何平米ですか、で間取りみたいな、でできればフルリノベ後っていうような条件で結構見てました、なるほどね、なるほどなるほど、そういう条件で見てて、
でそのね1日でね6件見たんだけど全部タイプが違くて、うんうん、最初に見たのはアクセス立地は最強なんだけれども内装が少し古い状態、うんうんうん、みたいな。それが1件2件ぐらい見て、で3件目に今回購入した物件を奥さんの2人見て、うんうん、あこれじゃないですかみたいなでももともと見る前からもしかしたらこれが一番いいだろうって思ってた物件だった。そうですね、その多分前日の夜2人で話してて、うん、これ行くんだこれ行くんだみたいな話した時に、うん、そのマンションのブランドが、うん、ブランド、うん、やっぱ何年後かもし手放す時にこれはいいパワーワードというか、うん、いい力になるんじゃないかなっていうのはすごく感じて、うんうん、なるほどね、うんうんうん、っていうのはやっぱそういう意味ではで、フルリノベーション終わってる、うん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 、提案してもらった中で唯一だったんですよ、多分。ちゃんと終わって誰も住んでない。だから、内装に関してはここが一番いいだろう。良さそうだろう。っていう感じがありましたね。なるほどね。あと広いし。そうです、そうです。うんうん、でアクセスも、うん、まあ、結構いい良いというか。そうですね。うん、だから内見前からある程度目星は多分つけてもらってて、そこともう一個ぐらいかな、そうですよね、ここがここだろうね、うん、みたいな話はありました。だから内見全部行った後にその日ね、あの奥さんと僕が最終的に話したのは A か B のどっちかですねみたいな感じ、うん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 、でどっちにするかは決めてくださいって言って、で僕が実は A か B かで言ったら僕だったらてか Q さん夫妻のことも考えて多分 A だと思うって言ったんですよ。で結果 A になった、うんうんうん、でお互いのが多分合致はしたのかなっていう感じ。そうですね、 B の方もねめっちゃ良かったんですけど、うんうん、すごい良かった、言ってました言ってました、ね、やっぱり、うん、びっくりするぐらい良かったです。エントランスがすごく綺麗で、内装もそのフルリノベ後ほどじゃないけどちょっと時間は経ってるけどみたいな、でも全然いけるよみたいな、そうっていうような話をしてました。やっぱりそう、でもエリアとしては少しそれぞれずれた場所だった、うん、 ね、それぞれ特徴があるエリアというかだったから、うんうんうん、少し毛色の違う2つが最後残ったっていう感じ、うんうん、そうですね、で、まあ、結局いろいろ話していって、で結局いきさつ話すと、その日曜日に内見終わった後にすぐに僕は業者に連絡をして、うん、と A の業者に連絡してかなり気に入ってるっていうのを僕が言って、うん、マジっすかみたいな、おーっつって、ただっすねちょっと負けてもらえないかなみたいなことを先出しで言ったんですよ、うんうんうん、でそしたらちょっと売り主さんとちょっと掛け合ってみますみたいなことを言ってもらって、日曜日中には結論もらえずにっていう感じだったんだけど、月曜の昼過ぎぐらいにその業者から連絡が来て、中華他の売り主さんの方の中華から連絡が来て、ちょっとワンチャンいけるかもしれないみたいなことの情報も伝えてて、でただいずれにせよ買い付けの申し込み書っていうのを金額書いて買い主さんからいただかないと本格的な交渉ができないんですって言われて、っていうのも Q さん夫妻に伝えて、なんで、もしその条件通ったりすれば買いたいのであればぜひ申し込みをくださいっていうのを言って、ちょっと夫婦で話してすぐ決めてもらったって感じですかね。1日経たず、だから内見してからそうですね1日経たずっていう感じだったと思います。その時僕からなんかその金額の話とか来た時、Q さん的にはどんな感じだったんですか。おー、なんかついに決断の時迫るみたいな感じだったんですか。そうですね、まあ安い分にはいいなって。いやマジで、いやそうです、そりゃそうですよ、本当に。だからまあそういうそこまで動いてもらってるんだなと思ってましたし、で夫婦としてもいいなとも思ってもらってたし、そうですね、うん、だから僕がここまでなんだろうスピード感を持ってやってなかったら、もしかしたら1週間後とか、うん、2週間後とかにまたちょっとどうですかみたいな伺いを立ててたかもしれない、うんうん、ただやっぱこの苦い経験があったので、ね、そこですよね。そう、私がかなり危機感を持ってたので、もう正直これ以上失敗したくないみたいな、逃したくないみたいな気持ちもだいぶ強かったなって思ってますね、うん、なるほどね。でそういう1件目が申し込もうとしたのにもう申し込まれてた、うん、2件目も申し込もうとしたのに申し込まれてたっていう経験を経て、で今回っていう感じで内見から翌日に結論を出していただくっていうような感じでした。いやでもいい決断だったと思います。
本当に、うん、ただね、不動産って一つしか商品ないから、うん、もし Q さん夫妻が申し込みがなかったら、うん、まだ売れてなかったかもしれないし、うん、ね、うん、他の人が買ってるかもしれないし、うん、それはね、わかんない、わかんないですね、うん、ただね、相場的にもアクセス的にも広さ的にも内装のクオリティ的にもすぐ売れていい物件だなって僕としても思って、うんうんうん、だからぜひ行きましょうっていう話はさせてもらってっていう感じだから、その申し込んだのがだからとある日のトラウデリ週の月曜日で、今日がその10日後とか10日後ですね、先週の月曜日で今日が木曜日なんで、うん、約10日後、申し込みから10日後の本日に晴れて契約っていう形。そうですね、長かったですね。長かった長かったです。この10日間はどうだったんですか、買い付け入れてから。あ、もう早く住みたいと思ってました。契約じゃなくて、もう契約とかも買う気満々だから早く済ませろね、もう2人の中でもそういう感じでした。早く住みたいね、早く住みたいねしか思ってなかったです。もうちゃんと手付金も用意したし、早く住みたいね、早く住みたいねみたいな。なるほどね。マジでそれでしたね。あ、だから今日、まあ、晴れてね、契約できまして、でこっからじゃあ住むまでには、うん、まあ、どういう流れかを見てる人にも説明をすると、今日契約をして重要事項の説明書にもサインしてもらって、はい、売買契約書にもサインしてもらって、それもお持ちですと。で明日以降で何やっていただくかで言うと、今事前審査の OK をもらっている金融機関に、本審査っていうのに進んでもらうと。でその時には契約書のコピーとかも提出したりとか、うんうん、そういった必要が出てくるので、あとは課税証明書っていう昨年度どのぐらい税金を納めているのかっていうのの証明書を市役所とかに行ってもらったりとか、まあ、そういう事務作業をしてもらって、まあ、なるべく早めに書類集めてもらって、それを金融機関にドーンって提出をして、金融機関の方でこの人に本当に数千万円ってお金を貸していいのかっていう精査をしてもらって OK ですっていうふうに言ってもらったら、じゃあ銀行から金借りる契約をして、でその後に所有権を移転して、実際に銀行から融資をもらって晴れて自分のものみたいな、そんな段取りなんで、ここから早くて1ヶ月、遅かったら1ヶ月半から2ヶ月弱ぐらいかかるかなっていう感じなんで、そこをちょっとスムーズに進めていってもらって、はい、早く住んでほしい。早く住んでほしい、本当に、ね、年内にはね、ぜひね、遅くとも絶対行きたいです、絶対住みたい、絶対に絶対に新居で年越しするぞっていうのを。いいっすね、はい、いいっすね。じゃあちょっと引っ越してある程度片付けができて、まあある程度整ったら、あの奥さん用に大量のウイスキーを買ってきます。あ、はい、お願いします。業務用の、業務用の4リッター、はい、こういうやつ、はいはいはい、こういう取っ手がついてる、はい、こういう取っ手でやっていくんで、はい、あのこのポンプみたいなのを別で買ってきます。それ欲しかったですね。それを約束しますんで、ありがとうございます。それマチャと殴り込み行くんで、殴り込みに行かせてもらう。福島はいいです。あ呼んでやるよ、呼んでやるよ、そこは。社宅に何百回と言ってる。確かに。そうそう、だからそういうので、ぜひね、まあ、末永いお付き合いできればなと思うので、はい、まあ、ただね、まだ契約が終わっただけなんで、ここから弊社としても仲介業のちゃんと大切な仕事がここから残ってるんで、まあ、僕もそうだし、まあ、今日もね、あの契約同席してくれた宅建士の南だったりとかもチーム総出で今回の Q3 ファミリーのその家購入を頑張ってちゃんと成立させるようにしますので、引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあそんな感じでまた多分動画撮るんでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。